花巻市民が愛するあの昭和の大食堂です、うん、その歴史と魅力を改めて取材しました。 VTR どうぞ。花巻市にオープンと同時にお客さんが集まる場所があります。ちっちゃい頃からおじいちゃんとおばあちゃんに連れられてよく来てました。そうなんですね。そういう時って何食べてたんですか。覚えてるところで言う、小さい頃はポークソテー定食が美味しくて、ラーメン、ラーメン美味しかったです。いや、お目当てっていうのはナポリカツ。ナポリカツ、はい、メインはソフトクリームは食べようかなと思ってるんですけど、ソフトクリームで、ね、皆さんから愛されるその場所というのは、花巻市の街中のアーケード街に立つこの味のある建物の6階にあります。ご存知、マルカンビル大食堂です。エレベーターが上昇するとともにワクワク度も上昇してまいります。広がってますので、そろそろ着くんじゃないでしょうか。はい、5階、6階です。6階に大食堂はありますよ。はい、着きました。あら、ほー、いいですね。こちらのメニューのサンプル迷っちゃいますね。そしてご覧ください、この昭和を感じさせる雰囲気。令和の時代にまだこういうとこがあるんです。昭和レトロ的な照明や色使いのインテリア、大人の皆さんには懐かしく、若い人には新鮮に映るこのレトロさが、マルカンビル大食堂が愛される理由の一つ。今から50年前、昭和48年にデパートマルカン百貨店がオープン。食事どころとしてマルカン大食堂が作られました。昭和が終わり、平成になっても家族での外食、学生たちの寄り道など多くの人に愛されましたが、2016年に百貨店が閉店。ただ大食堂の復活を望む声は大きく、地元の会社が新たに経営を引き継ぎ、クラウドファンディングなどの支援によってマルカンビル大食堂として再開しました。再開後も昔懐かしい食品サンプルをはじめ、店内の設備やインテリア、メニューはそのまま受け継ぎました。ここには古き良き時代の大食堂としての雰囲気が丸ごと残されています。長年大食堂に勤めている菊池さんにお話を伺いました。このレトロな箸入れはマルカンビル大食堂のシンボル的な存在です。売ってます？これ、これ今もう日本中どこに行っても手に入らないみたいなんです。あ、そうなんですか。はい、やっぱ生産されてる方に一応問い合わせたんですけれども、あの部品は作れるんだけども一つの形にするのはできないって言われて、今あるものしかないんです。いや、貴重なものなんだ。テーブルや椅子も創業当時のものを、背もたれの布を張り替えるなど手入れして大切に使い続けています。お子さんが使う椅子、あ、はい、これも本当にもう味が出てて、ね、小さい頃使ったっていう人がもういい大人になってるわけですよね。そうですね。これもやっぱり張り替えて綺麗にはしてるんですけれども、うん、足を置く板の部分とか、そうとか手すりの部分とか、そうです、かなり年季入ってるんですけど、はい、ある意味文化みたいなところありますよね、椅子は。そんなマルカンビル大食堂で不動の人気といえば、もうマルカンといえばナポリカツ、看板中の看板、ものすごいボリュームですよね、はい、持ってももう重い。みんな大好き、ナポリタンの上にカツを乗せたボリューム満点の人気メニューです。はい、では美味しい、本当にサクサクですよね、はい、うん、この厚さがまあ、すごくちょうどいいと思うんですよね。お子さんから年配の方まで食べやすい厚さですよね。あの噛み切りやすいですよね、はい、うんうんうん、そしてナポリタンと、うん、これもしっかりと、うんうん、これですね、懐かしい味ですよね。やっぱりナポリタン、はい、ですもんね、まあ、スパゲッティといえば、はい、完全に昭和の味ですね。昭和、これもともとどういうメニューとして
あったんですか？かなり古い話だそうなんですが、まあ、当時の長嶋さんが、長嶋、はい、茂雄さんが現役の頃に、はい、もともとはカレーライスの上に、まあ、カツを乗せる、はい、いわゆるカップカレーが流行ったらしいんです、はい、それを、まあ、耳にした前任の先代の料理長さんが、うん、じゃあちょっとナポリタンにカツを乗っけてみようかということで始められたっていうのが一番最初らしいんです、まあ、カレーにカツをとにかくカツを乗せるということがこう流行ってる、はいはい、そしてそのきっかけが、まあ、ミスターでということだったらしいです。ミスターからの豊富なメニューからもう一品、マルカンラーメンです。こちらも昔からファンの多いメニューで、ピリ辛のあんかけスープは野菜などが入って具沢山、細麺とよく絡み癖になる美味しさです。家庭でも味わえるレトルト版もありますよ。食後はデザート、マルカンビル大食堂のデザートといえば、お待たせしました、下ソフトです。待ってました、ね、ありがとうございます。マルカンビル大食堂名物の10段ソフトクリーム、この美しい段は職人技によって作られています。分かんなくなってくるもんな。うん、お見事、すごいすごい。食べるときはお箸というのももうおなじみですよね。地元のお客さんから自然に広まった食べ方です。綺麗な食べ方、癒される甘さ、何食べても最後はやっぱりこれで締める、うん、これがある種の、まあ、流儀ですね、うん、この道15年の藤川さんに聞きました。職人さんですね、すごい。週末など多い時っていうのはどれぐらい出るものなんですか？本当多い時で1000個以上。1000個、じゃあ藤川さんもうずっと作ってるに近い状況にもありますよね、はい、すごいですね。コツは軸があるように想像しながら改めて見ると本当にすごい巻いてます。あ、一本こう、はい、軸があるように、はい、ちょっとこれでやってもらっていいですかね、ちょっとこれです、はいはい、これってこう、あ、左でやるんですね。はい、左で巻きます。はい、軸があるように同じリズムで巻いていきます。リズム狂っちゃうとダメなんですね。そうするとこの輪が綺麗になるので、はあ。この10段ソフト、地元の人の通な食べ方があるんです。例えば数人でシェアをしたいとき、食堂の水用のコップをソフトにかぶせます。いいんですか？何段かかぶせたら箸でカット。なるほど。ひっくり返します。なるほど。さらにもう一人分コップをかぶせる。箸でカット。みんなで仲良くシェアをするときにお試しください。まあまあ仲いい人たちでね、復活を機に新たな魅力も加わりました。それが可愛らしいオリジナルグッズの数々。ソフトやナポリカツなどのステッカーはスマートフォンのカバーに挟むのもおすすめ。すごいおしゃれだ、こちらは今人気のご当地スタンド、はいはい、写真を撮るときに添えて個性を出すのが流行っているんですよ。ナポリカツの食券とそっくりのこちらは、なんとメガネ拭きです。メガネ拭き、ナポリカツで拭いたらべちゃべちゃになる。大食堂の人気メニューのキーホルダーが当たるカプセルトイも注目を集めています。さて高永さん、はい、お土産にもぴったりのお菓子があるんですって。はい、はい、こちらです、マルカンビルの名物ソフトクリームの原材料を使ったミニバームクーヘンです。あ、実際に原材料も使ってということで、はい、じゃあその味なんですね。はい、2つ買っていただくと、はい、箱が10段ソフトクリームになりました。ほぼ実物大です。本当だ、はい、じゃあもう2個買わなきゃダメですね。そうですね、お願いします、はい、へえ。食堂食べてここで見ると、はい、平日でもねたくさんの来てますよね。はい、おかげさまで、なんかまた花巻の本当にもう
新たなもう交流拠点ですね。はい、うん、そう言っていただけると嬉しいです、うん。マルカンビル大食堂は過ぎ去った日々の思い出がよみがえる場所、そして今も新しい思い出が生まれ続けている場所でもあります、うん。これからも変わらずに、うん、他県からもいろんな人に来ていただきたいです、うん。遠くて来られない方にもマルカンビルの雰囲気を感じていただけたり、味を味わっていただけるようなお土産を作りたいなと思ってます。でそれきっかけでまた行ってみようってなってもらえればいいのかなと思います。花巻市民のリビングルームになっていきたいということを目標に掲げてまして、小さいお子様たちとか学校帰りにちょっと寄ってこうデザート食べて帰ってもらったりとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に3世代で晴れの日にちょっとご飯食べに行こうっていうところの目的点になってほしいと思います長く皆様にこの食堂の場所を提供していきたいなと思います、はい。老いも若きも胸が高鳴る場所昔も今も多くの人が大食堂に魅了されています。いやー、やっぱこう昔ながらの雰囲気残しつつも、はい、新しいものを取り入れてるというなんか、まあ、また進化してるっていう部分もやっぱあるんですかね。そうですね、本当にまあ、昔はデパートに必ず食堂ってあって、はい、いろんな思い出がある方も多いと思いますけども、東京だってもうだいぶなくなってきてるもんね、うん、こういうところ ね、 ああいうねレトロな雰囲気ないですし、やっぱエレベーター上がって、うん、開いた瞬間にあの世界に入れるっていうのがまたいいですよね、はいはい。こんなタイムスリップするような感じですよね、エレベーターによってね。で、まあ、メニューもですね、はい、出てきましたよ、はい、ナポリカツ。ナポリカツ、ナポリカツ、やっぱりマルカンビルといえばこれですよね。エブリ中継でも食べました、はい、これは中継行きましたよね。中継僕はでもこのソフトクリームをいただいて、はいはいはい、懐かしいですね。またでも行きたいなと思ってますけど、最後ね VTR では3本ね、はい、頼んでました。それ1人1本なんでしょうけど、はい、シェアする裏技というか、はい、そういう食べ方もありましたね。いいんですよ、マルカンビル大食堂公認です。公認のね、はい。いやでも、まあ、もちろんこの景色もまた、うん、そうですよ ね、 窓側の席は、ね、早くなってしまう。そうなんですよね、まあ、マルカンがマルカンであるためにね、うん、本当にその歴史を大切にしているという場所になります、はい。お問い合わせです。マルカンビル大食堂は午前11時からの営業です。平日と土日祝日でラストオーダーの時間が異なります、うん。6階でお食事をした後にはぜひユニークなオリジナルグッズ出てきましたよね、はい。1階のショップも覗いてみてください。すごいですね、ということでね、まあ、ぜひマルカンビル大食堂に足を運んでいただきたいと思いますが、はい、さらにですね嬉しいプレゼントゲットのチャンスもあるんです。はい、実は今日から、うん、マルカンビル大食堂にこちらの特製看板が設置されます、うん。このご機嫌タイムズのロゴが目印の看板になっています。この看板に二次元コードが掲載されていまして、うん、でこの二次元コードをですねテレビ岩手の公式アプリテレリンクで読み込んでください。表示される画面を1階のレジスタッフに見せますとプレゼントがもらえるという流れになっておりますよ。すごいですね、なのでぜひ現地にですね、はい、例えばこちらですねマルカンビル大食堂に足を運んでプレゼントをゲットしてほしいと思います。これそのご機嫌タイムズという、うん、はい、このコーナーでこういうふうに展開をしていくということですね。そうですね、これからもどんどんこのご機嫌タイムズで、ね、展開していきたいなと思っております。もちろん皆さんやっぱ岩手県内の方は、ね、うん、マルカンビル大食堂をご存知の方もほぼほぼだとは、ね、もちろん思いますけど、改めてそういう魅力に、ね、触れてみてとか、そういうことにきっかけにしていただきたいですよね、はい。ぜひね、まずテレリンクに、ね、入っていただいて、はい、そしてそのテレリンクからですね、この二次元コードを読み取って、はい、得点繰り返しになりますが、これ僕遊びに行って、はい、こう鼻毛とか書いちゃダメですか？書いてもいいですけど、とにかくテレリンクも入ってますもんね。それ入ってます、はい。でじゃあ得点をもらってください、はい、ついでに書いておいてください。ここにはあんま手は触れずに、ね、はい、鼻毛とか眉毛をつなげたりしてもいいですけど、ダメダメダメ、横にちゃんとゆうたくんが書きましただったら許せるかな。ちゃんとしたこういうものに参加していただきたいというね、はい、設置してありますので、ね、はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。ご機嫌タイムズでした、はい、ありがとうございました、はい。